今回ともきくんにサプライズサ用プ意ラしイてズ。るんです。俺からのサプライズえ？です。みなさんこんにちは、亀田道具です。よし、よし、どうしました。いや、まあまあ今ね、午前練習終わったということで、どうですか練習の方は。いや、めちゃめちゃいい感じですよ。いい感じですか。今日何やったんですか。今日は軽めやけど、月カードスパーリングで追い込んで、今日は水曜日、今日はちょっと落として確認ぐらいの感じだ。はい、でこれから後でマッサージ行く。あれも減量とかも始めてるんですか。ちょっとずつ減量、ちょっとずつな。スパーリングしていたらもう体重追っていくから。それだけ激しいんですね。めちゃめちゃ激しいから。スパー終わった後にもう汗とかもすごいやん。すぐ体重減っていく。あ、そうなんですね。体重減っていく人がほんま羨ましいです。よしよ、もう増えていってしゃあないよな。増えていってしゃあないですね、本当に。どうしたらいいんですかね。勉強せなあかん。そうっすね。まあ、とりあえず体調はいいということで。いい感じ。はい、うん、このままコンディション維持して2月25日この日に 100% 持っていけるから。じゃあもう今回の試合もあれですね、かなりいい感じで準備もし始めてるから。いや、今回めちゃめちゃいいよ。パートナーも今回な、あ、ジェイソン・モルニーな、モルニーも来てくれて、まあ来週までか。でまず来週また新しいパートナー来るから。あ、そうなんですね。最後はもうその選手と調整して、でまあいいイメージで25日行くって感じかな。なるほどです。うん、そのいい感じで準備してる中で、うん、結構チケット売れてるんですよ。あ、ほんま。これは報告してなかったですけど、全部まあヨシに任せるか俺も分からないんだけど、あ、もう結構売れてんだ。やっぱり結構いい感じに売れてます。大阪で試合っていうのもあるからちゃうかな。やっぱそこなんですかね。亀田って言ったらやっぱりな、大阪や。はい、そこでもうだいぶ来てくれるみたいで、うん、ああ嬉しいな。ちょっとまあ LINE の方販売時期ずれちゃって。ああ、なんか新しいな。はい、それでね、あの今結構売る期間少ないですけど、それでもですよ、いい感じは。いい感じっす。で、そんな、またさらにいい感じの中で、今回ともきくんにサプライズ、サプライズ、はい、よしが俺からのサプライズです。俺に。そうっす。え、そのために俺今日こんなグダ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 話してくる。引っ張ってカメラ回してます。俺の体調聞くだけかなことなんかあんねん。いやいや、そうですよ。もう体調聞くだったらもう毎回聞いてもカメラ回さんすよ。どうなんじゃなかった。あります。頑張って。私、吉川、スペシャルゲストをお呼びします。試合に。あ、何びっくりした。今呼ぶんかな思って、びっくりしたよ。今来るんかな思ったよ。言葉が逆になっちゃって、もう興奮しちゃって、もう。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、試合に、応援に来てくれねん。応援だけじゃないっす。応援じゃない。はい。さあ、何でしょう。何でしょう、わかるかい、そんな。歌ってくれます。歌う。ハーフタイムショーで、歌手の方呼んでます。あ、そうなん。はい。こんなギリギリでよし呼べた。そんなこんなギリギリでなんとかもういろいろ聞いて確認して、なんと小柳ゆきさん来てくださいます。もうあのミリオンヒット曲をリングの上で歌ってくれんねや。リングの上でもう歌ってくれます。どっから声かけた。すごいの。それは秘密っすよ。やるな。なんでチケットも売れてる、人も見に来てくれる、でしかも今今日このタイミングで小柳ゆきさん来てくださるのも発表できる。これやばいな。こんなもうチケットもこの発表した瞬間あるじゃん、販売するやん。もう僕が多分今 T シャツのともきくんとその同じポーズしてますね。これ、はい、そうっす。浮かないですね。はい。いや、でもすごいな、それは。興行を盛り上げたいんでね。それはもうずっと言ってたもんな、興行盛り上げを。そうですね。でもまあ今回はまあ時間もないしとか言ってた。はい。よう、すごいわ、それは。まあ、あとはもう2名近い席にも、うん、まあ、なるべくその有名人の方とか呼べるように。うん、はい、潜ってんやん。そうっす、今、頑張っておきます。こんな、気合入るな。まあ、チケットも売れてるっていうのもめっちゃ嬉しいし、こういうサプライズでな、小柳ゆきさんが興行の方を盛り上げてくれるっていう、それもまだ俺にこういうのは力になるし、いい試合せなあかんやんか。いや、もういい試合してください。もう小柳ゆきさんもそのまま残って見てくださると思うんで。それで帰ったら怖いわ。はい、歌ってそのままな、リングの下で見てくれるってことだよ。はい、それはもういい試合してな、っていうか、それがもう今回の僕のスペシャルサプライズです。ありがとうございます。これまだ前哨戦なんで、なん世界戦もっともうド派手にもっと行きたいと思います。作れる期間も長くなるんで。今回はもう時間がなかったもんな、はい、発表できるタイミングちょっとずれちゃったんで。うん、まあ、俺今回も厳しいかなと思ったけど、でももうこのな時間なの何だかなオファー受けてくれたっていうのは感謝、ね、ありがたいです。ほんまありがたい。小柳さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにそのポーズのその T シャツ、それは
これはあれだね、試合会場であの販売するやつだ。これをみんなファンの人、はい、来て応援してくれた。でもそれ数限限りあるんですよね。もう少ないほんまに50万ないぐらい。もうほんまに50万ないな。ちょっと SML しかないから。そうですね。俺が今着てるのが M、 こんな感じ。 M でこんな感じだから女性の人は多分もう普通に S やと思う。そうですね、うん、いい感じじゃないですか。いや楽しみです。楽しみな。はい、頑張るわ。残り1ヶ月。 LINE の方もチケット販売まだまだやってるんで、はい、概要欄載せるので皆さんぜひ LINE チケットからも購入お願いします。お願いします。いや残り頑張るんで皆さんの2月25日応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録頼むで。